そして本日後楽園ホールにオアトリップ松狩りの皆さん、そしてレッスルユニバースご覧の皆さん、お客様のおかげで DDT が27年迎えることができました。28年目になりますけど、28年だけじゃなくて30年、50年と、もっともっと、もっともっとより DDT らしいものを皆さんにお見せしたいと思います。そのためにも選手精一杯これからも頑張っていきますので、お客様の皆さん、ご声援のほどよろしくお願いします。それじゃあね、これからもっと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 素晴らしい選手が出てきて、素晴らしい戦いがあると思いますので、皆さん楽しんでいってください。以上、皆さんこんにちは。プロレス観戦動画を上げているアイムです。いつも動画を見ていただきありがとうございます。まあ、DDT のですね、ビッグマッチには欠かせないスローモーション、やっぱたまんないなと思った試合をご紹介させていただきます。ということで今日はですね、2024年3月19日に後楽園ホールで開催された DDT の大会、ジャッジメント2024旗揚げ27周年記念大会5時間スペシャルの第4試合、30分一本勝負スペシャルシングルマッチ、アキト対スーパーササンゴマシンの感想を話してみます。まあ、DDT のですね、文化系プロレスらしさが詰まっている試合で、まあ、この試合、スーパーササダンゴマシンの煽りパワポから始まっていきますと。で、まあ、そんな煽りパワポでですね、残り 10% の体力になった上でクライマックスになるというところです。まあ、何言ってるかわからないと思うので、まあ、気になった方はもう、Sユニバースを見ていただければなと思うんですけど、まあ、アキト選手が副社長として疲れているので、もう試合時間を 10% にしましょうと。だから残り体力を 10% にした上で試合をしようみたいなことをスーパーササダンゴマシンが提唱して始まったという形ですね。で、まあ、疲れ果てたアキト選手が入ってきてゴングが鳴ると、確かにいつものプロレスの試合終盤の戦いが進んでいきます。スーパーササダンゴマシンとアキトのエルボー合戦から、アキトがテイクドロップキックで、スーパーササダンゴマシンがブレーンバスターを放つも、アキトがカウント2で返して連続で丸め込むみたいな形で、もう序盤の展開とかなし。で、まあ、そんなクライマックスな展開から、垂直落下式リーマンショックでアキトが叩きつけられるんですね。そうすると、ボーという音から、まあ、照明が変わって、アキトが語り出しながら、DDT 名物のスローモーションになっていくというところがあります。で、その、音が流れたシーンは動画撮れないので、ちょっとその前の垂直落下式リーマンショックからのところを見ていただければなと思います。ここですね。はい。アキトを垂直落下式リーマンショックで抑えて、ここで、はい。スローモーションになっていくという形ですね。もうぜひ、レッスルユニバースで見てほしいんですけど、まあ、これを真剣に DDT のレスラーがやっているっていうことに DDT の魅力があるなと思うし、やっぱスローモーションでの攻防に見応えがあるんですよね。で、特に、まあ、ボディスラムのスローモーションは、こんなことできんのかという遅さというか体の動きで、スローモーションにもこだわりを持ってやってるなっていうことがわかる動きだったなと思うので、まあ、ここに、その、特にボディスラムのところに注目して見ていただければなと思います。で、動画撮れないんですけど、写真は撮れるので、ちょっといくつか紹介させていただければなと思います。はい、スローモーションでここを抑えて、はい、残り体力 0% で食らってしまったっていう形で、スローモーションが始まって返してですね、クリのエルボー。もうこれ、写真で見ると、試合の攻防に見えると思うんですけど、スローモーションですね。で、ここで、はい。パンチ食らって、サザンゴマシンのマスクが脱げてしまう中で、ですね。顔を抑えながらも、アキトがどんどん攻めていくというシーンですね。でも、スーパーサザンゴマシンもこれですね。ボディスラム。スローモーションで持ち上げて、ゆっくり叩き、スローモーションで叩きつけると。このシーン、ぜひ動画で見てほしい。ね、このスーパーサザンゴマシンの表情も、もういいですよね。で、スーパーサザンゴマシンの、なんていうんですか、考えというか、心理描写も入っていくというところです。なんですか、もう魅力的な試合で。で、この試合はですね、7分20秒で両者睡眠という形で決着になりました。で、もちろんその決着のシーンも音楽流れてるので使えないんですけど、その後ですね、アキト選手が、マイクを持って中締めをするので、まあ、そんな試合の後の中締めだと思って聞いていただければなと思います。そして本日
後楽園ホールにお集まりの皆さん、そしてレッスルユニバースご覧の皆さん、お客様のおかげで DDT が27年迎えることができました。28年目になりますけど、28年だけじゃなくて30年、50年と、もっともっと、もっともっとより DDT らしいものを皆さんにお見せしたいと思います。そのためにも選手精一杯これからも頑張っていきますので、お客様の皆さん、ご声援のほどよろしくお願いします。それじゃあね、これからもっと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 素晴らしい選手が出てきて、素晴らしい戦いがあると思いますので、皆さん楽しんでいってください。以上、こんな感じで副社長として普通に感謝を述べるっていうのもいいなというふうに思ってます。で、まあ両者睡眠ですよね、決まりて。っていうのも、まあ DDT らしくて僕はたまんないんですよね。まあいろいろあると思うんですけど、人によってはこれ、こういうの嫌だみたいな。で、僕は好きなので、まあ紹介させていただいたというところです。で、まあこんな試合をした秋田選手がですね、まあさ、前にですね、メインイベントのところでも話したんですけど、次の無差別級の挑戦者になったということで、まあ、こんな試合した後にメインイベントが出てきてマイクアピールをするっていうのも秋田選手らしくていいなというところで紹介させていただきました。はい、この試合いかがだったでしょうか。ぜひこの試合はレスユニバースでぜひ見てほしい試合なので、リンク貼っておきますので、よかったら見ていただければなと思います。それでは最後にですね、この試合全体通した写真見ていただければなと思います。はい、ここからいつも通りのスーパーサザンゴマシーンですね、入ってきて、なんかマスクってこんなに中見えるんだな、近くでいたから特に気になったんですけど、はい。で、10% の体力になった秋田選手がもう汗だらだら出てきて、はい、もう疲れきてる感じですね。で、ここから、まあ、先ほど見せたスローモーションプロレスが始まってですね、このオレンジ色の明かりで、ちょっと会場が暗くなった状態で、エッドピリカですね、情熱大陸の音が流れると、どんどん、まあ、流れてスローモーションになるという形で、まあ、気になる方もいると思うんですけど、なんかいろんなことが、もう頭の中空っぽにして見ていただけると、僕はこの試合、やっぱビッグマッチで1試合は必ずスローモーションが出てきて、DDT では。なんか多分昔だったら好きじゃなかったんだと思うんですけど、今はもう大好きな試合だったというところですね。はい、で、ここが、はい、ボディスラムで叩きつけるという形で、まあ、両者睡眠っていうところですね。秋人選手が締め上げると、なんか気持ちよくなって寝ちゃいましたみたいなところで、はい、最後、笹田マシンが寝ると。で、秋人選手もこれ寝ていて、いびきの音が場内に流れて、試合が終わるというような決着でした。はい。まあ、DDT らしい試合で、こういう試合もあって、バチバチの試合もあって、いろんな試合があるっていうのが魅力なので、ぜひ、騙されたと思って見ていただけると嬉しいなというふうに思っております。明日ですね、この試合の1分動画上げますので、よかったら見ていただければなと思います。それではまた次の動画でお会いできれば幸いです。本日の動画は以上となります。それではさよなら。